平成11年台風第16号は1999年9月に九州に上陸し西日本に被害をもたらした台風である経路図9月11日に日本の南海上で熱帯低気圧が発生当初この低気圧は台風に発達することはないと予想されていたがその予想に反して発達しながら九州方面に北上し 14日に、鹿児島県種子島近海で、最大風速が、秒速17.2メートルを超えたため、台風16号となった。台風は14日17時頃に、中心気圧985ヘクトパスカルで、宮崎県南部に上陸。15日3時頃には、愛媛県宇和島市付近に再上陸し、四国を縦断して、同日10時頃に、兵庫県明石市付近に再上陸した。 さらに、近畿地方から中部地方を経て、15日15時に長野県飯田市付近で熱帯低気圧に変わった。この台風のように、陸地に近い海域で熱帯低気圧が台風に昇格した例は、この他に平成16年台風第11号や平成21年台風第9号などが挙げられる。一方で、この間本州付近には前線が停滞しており、 台風の北上とともに、前線の活動も活発化したため、東北地方から九州地方にかけての広い範囲で大雨が降った。期間降水量は岐阜県高須村ビルガノで519ミ、mm、リメートルに達したほか岐阜県や大分県、高知県や徳島県などの一部で300から450ミリメートルとなった。この大雨によって長良川が氾濫するなど、 岐阜県を中心に大きな被害が出た。この台風によって死者7人、行方不明者1人、負傷者11人の人的被害が確認されたほか、重火全開9棟、半壊22棟、床上浸水308棟、床下浸水3006棟などとなっている。さらに、被害総額は21億円に達した。ありがとうございます。